ロナウジーニョが好きで、まあ、ロナウジーニョが家でもずっとボール蹴ってたっていう。そしてロナウジーニョ、ロナウジーニョ、ロナウジーニョ、きたー、ロナウジーニョ、ついに来ましたね。まずはサッカーなので楽しむことが自分の中ではとても重要ですし、世界のトップの選手は見てて面白かったりとか、やってて面白い、楽しくないとやっぱりいいプレーはできない。まずはしっかり楽しんで、見てる人たちも楽しいよう、楽しいサッカーをしたいですね。ありがとうございました。今も中島が技見せました。楽しんでますね。楽しんでますね。エンジョイ、楽しみながら、何かそれが原点だとね、いう話をしてました。2点に広がりました。その中島仕掛けていく、入ってきた、ねえよー、決めましたもう乗りに乗ってますね。準々決勝、壁とは言わせません。悔しいバッシュ、9得点6アシストですか、自分のクラブではやってるので、それを日本代表でも見せてくれれば。伊沢シュートを打っていって中島、日本が同点に追いつきました。ポリバレントでは彼は1年間なかったですね。同じポジション、あるいは、多少違うポジションを追跡して、クアドラードがいます。このクアドラードはスピード要警戒、そこに乾がついていく、激しくディフェンスに行った乾、まずはディフェンスからという思いを乾持っています。中島プレッシャーをかけるが、かわされる、ちょっと1回でね、行き過ぎるんだよね。誰やねんこいつ。わがままです。言うことはあんま聞かないです。
go all you can eat, fill up your bag and I fill up a plate. We talk for hours and 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 hours and中島翔也を使う。ニアに南野、ファーには小林がいる。中島翔也狙ってきた。飛び込んだか。狙いはすごい。ジョーさん、今のはシュートですか。いや、中島のシュート決まった。前半の16分、日本先制。場所です。前を見ている。パスを選択した遠藤。遠藤から中央、南野、代表初ゴール。追い越した中島。決めたのは背番号8、中島翔也。今の森保のここまでの試合っていうのはなんか、これ日本人の向かうべきサッカーだっていうような感覚を与えてくれてる気がするんですけど、ねえ。18歳で試合に出てる人はたくさんいると思うんで、もう若くないと思いますし、そういう風潮に世界もなってきてると思うんで。
まあ、小さいから弱いって言われるのは嫌だし、まあ、小さくても強くはなれる、まあ、全ての判断であったりドリブルであったり、まあ、パスだったりその決断力のスピードだったりターンのスピードだったりそういうスピードがすごく鍵になるかなと思います。そのゴールを失わないことも大切だけどゴールに近づくためにもうちょっと前を向く。日本の選手はちょっとなんか国的になんか謙虚な感じがあるんですけど、そこでしっかり自分の個性パスとかドリブルとかシュートとかしっかり出せるような選手がいればすごくいいと思います。アタック3分の1ラストゴール前に入った時にはね、ああやって思い切った勝負のことをした方が絶対いいんですよ。ところがみんなもうちょっとセーフティーなことをしちゃう傾向にあるんですよね。相手を引きつける、間を狙ったドリブルを見せます中島。相手が2人になるともうなんか余計燃えるって感じのね、はい、相手が2人になるともうなんか余計燃えるって感じのね、はい、この2試合の中であったはずです。辻岡が走った時に何回中島が使ってくれたのかなっていうことをちょっと思い返すと、なかったような気もします。なかったような気もします。なかったような気もします。大賀杉岡だったら走ってないかもしれない。来ないからね。来ないから。来ないからね。来ないから。来ないからね。来ないから。ただですね、いつも降りてきて足元にボールをもらってしまうというのではダメで、やはり背後に行ってほしい。足元に降りてきてずっと下がってしまうと得点取るのは難しくなりますよね。そういったことをですね、本田選手それから中島選手に、要求したいし、自分の能力をしっかり発揮してくれと言いたいですね。
コロンビア戦の前日まであのハメスのポジショニングに非常にこう全員でこう気を配ったところがありますので、まあ、今日も彼の流動的な動きに対して全員がどう対応していくか、まあ、それはあの中盤特に このようにマークされたときに後ろ下がって引きつけたら自分の後ろにパス出してねっていうそういう動作が出てきたりとか、はい、橋本、中島、周りを見てワンタッチ、あ、ね、さあ長友使った、中には大迫、さあ来た、南野がいる、で最後大迫、長友から大迫、中島見えていた、酒井宏樹折り返した、大迫が決めれば新しい世代リオオリンピック代試合で12ゴール、さあ中島中国でした、ワーヌサリをかわしていく、そしてファウルがありました、ちょっとコロンビアもやばいジャンプのやつがいるなと思ってますよ、ね、なんだろう本当にきっかけですよね、きっかけをつかむっていうことは非常に難しいのでディフェンスはやっぱそっち向きますからね、柴崎選手が、ね、いい状態でボールを持つことがあまり、ね、少ないかなという感じがしますよね、いるんですね、あそこにね、本当にきっかけですよね、そのきっかけをつかむということは非常に難しいので、コロンビアのケイロス監督ですが、もう少し下がってボールを受けるようにという指示を与えました、ちょっと攻撃が作れないので、やっぱ引き出し役としてちょっと引いてきた方がいいっていう狙いじゃないでしょうかね、南野落として中島縦に送る、どうだ、ボールが出た、ここも素晴らしい連動を見せました、そうですね、中に戻っています、三沢から中島、ターンして前を向く、よし、いいパスが出た、小林優、いいボールが来た、本田、足元、三沢、シュートを打っていって、中島、日本が同点に追いつきました、2回目に出したのが香川真司で、香川真司がまたここまで50メートル走って、っていう、まあ、出しっぱなしではなくて。
出しっぱなしではなくて、いるんですね、あそこにね。またここまで 50m 走って、っていう、いるんですね、あそこにね。こういうきっかけですよね、そのきっかけをつかむっていうことは非常に難しいので、いるんですね、あそこにね。向きますからね。前線は動きたい放題ですよね。そうですね、はい。Baba for Kubo. Beautiful skill, and it's a penalty for Mallorca. Celebrated by the fans, celebrated by Kubo. Well, ever since his introduction.狭いところでもね、その久保落ち着いてプレーできますからね、ここはマイナスのボール、ボックス内シュート、久保のアシストからダニ・ロドリゲス、いやー仕事をやりましたね、久保建英が数字を残しました、アシスト、ダニ・ロドリゲスは今シーズン5ゴール目。
まあ、右のスペースに戻ってくる選手が、まあ、少しいなくなるってこと。Run into the box. It's Cucho looking for the angle. Leaves it for Kubo. Kubo squared back. Budimir holds it. Budimir! And Mallorca back in front. Gorgeous football from the Islanders. の久保もポジション変え出しましたね。そうですね、触れない触れない。学んでほしいということは、特にありませんけど、はい、連携面だったり初戦が難しいものになるだったりとか、ただ勝つだけっていうのはあまり好きじゃないので、見てる人たちが楽しんでもらえるようなと思います。
провели свой матч вчера. Сборная Уругвая.後ろにね、いましたけど彼に対してはもっとサポートが欲しいですね。久保の周辺ね、はい、さあ、おぼー、ペレダッチャーナダニューシタンゴ、イヴノフに хватает совсем немного для того, чтобы...ルカ・ストレイヤーって中盤のすごい活躍する選手が前ができちゃいました。各ポジションに非常に能力を配信していますし、まあ、特にストライカーの部分は世界でも有数の。中盤のすごいガツガツ来る選手が前が出てきました。He's on the far side, heading down, Yoshi, and support allowing goes alone, tight angle, and finds the net, not picked up properly, Japan are in front. そういう動作が出てきたりとか。おっとここは21番の堂安、素晴らしい守備、中島のシュート入った、決まった。Support, decent cross inside the area, Japan get a second, Miyoshi, a brace for the number 11, another electric move.ルーカス・トレイヤーって中盤のすごい活躍する選手。相手が2人になるともうなんか余計燃えるって感じのね、はい、
るドリブル突破を狙う。よしよしよし、押されたー。 PK はなぜないんだ。 PK はない。Ладеро, подача и шикарнейший просто удар. Луис. Никакой не Луис, между прочим. 次の試合勝って、グループリーグ突破できるようにしたいと思います。まあ、選手たちが持てるポテンシャルを、ここで 100% 出すということと、チームとしてまた2戦目、3戦目いい戦いできるようにしたいと思います。ありがとうございました。1試合目、2試合目の方が組織として攻守ともに良かったんじゃないかなと。3戦目はより良くなると思うので、はい、そこは明日からまたやりたいなと。Fullback of Japan. Kubo. Nakajima. Beautiful work to Okazaki. Deflected by Alexander Dominguez. Insisting Nakajima. Goal! そういう動作が出てきたりとか、ずっと起点を作って、まずは狭いとこ通して、まずは狭いとこ通して、中島岡崎のいい動き、チャンスを岡崎いるんですね、そこにね。
You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, put down the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my lead. Kawashima, wrong pass, Herrera to Valencia! And Eiji Kawashima! And this puts in the area. Mina, he stops it, the chance! Arboleda, Mina! Goal! いつも降りてきて足元にボールをもらってしまうというのではダメで、失わないことも大切だけど構えを持って、日本の選手はちょっと謙虚な感じがあるんですけど、わがまま、そういうことは prepare the team for the Olympic Games. Nakashima has the chance for the second over Alexander Dominguez. Try to masterpiece the number 10. またここまで 50m 走って、ま、出しっぱなしではなくて、理解度を共有した中でのプレーっていうのは本当に日本人選手順応できるので、中島でボールが入った時に、そこまで杉岡がこう出られてない、出られてない、はい、疲れですか、疲れかもしれません、うん、ワールドカップの2試合やった選手たちの疲労度、ダメージ度って国内の1試合2試合やるのとは全く違うなと思ったし、かなり動いてたしね。
出しっぱなしではなくて、いるんですね、そこにね。これでゲーム終了の笛です。エクアドル日本1点ずつ取ってゲームは 1-1 の引き分け。日本に今足りなかったものってのは何ですかね。まあ、全ての面でやっぱり成長しなければいけないですし、まあ、これっていうの一つではないとは思います。相手を抜く選手っていうのはなかなかいないですよね。例えばですね、中島選手は爆発的なスピードを持ってますから1対1で抜けるんじゃないかな。まあ、左もできる、真ん中もできると思いますよね、中島選手は。アプレここまでの試合っていうのはなんかそれを本当最高に表現してくれてるっていうか、うん、あ、これ日本人の向かうべきサッカーだっていうような感覚を与えてくれてる気がするんですけど、ねえ、本当にクリアです。うわ強いな。南野、取れないね、中島、全く突いた南野、後ろ行った、そしてまた来た、大阪来た、ドアのシュート、あ、ここは中島に対して7番のサヌブリア、イエローカードです。ちょっとこう相手をおちょくるようなプレーに見えたのかもしれませんね。リフティング、自分のわがままなプレーをずっとし続ける選手はバカか本当にいい選手かどっちかで終わる。だけどもバカな選手って言われてもそこで終わるわけじゃない。絶対にそういう選手っていうのは沈んでも上がってくる。もうあいつパスも出さねえし持ったら全部シュート打つよって本当どうしようもねえなって言われる選手だとしても3試合後あたりにハットトリックとかしてるんですよね。そうするとそれまで全部帳消しになってヒーローになる。本当そうですよね。もうそれがもうサッカーの世界であり、上に上り詰めたいと思うんだったらそれをやらないと絶対に無理かなと、まあ僕の経験上。
私の一番の仕事はですね、得点を取る選手を見つけるということです。やっぱ10番をつけて選手が一番うまい違いを見せつけなきゃいけない。今も中島が技を見せました。楽しんでますね。楽しんでます。エンジョイ。楽しみながら、なんかそれが原点だとね、いう話をしてました。